チップラケットで。さあ、ついに。This battle is about to explode. これはやばい試合がやってまいりました。ワンピガーが RCK のエアレ、そしてツーピガーが弟子キツネの K6、 そして今日さあ長瀬で同士の対決といった感じですが、これはかなりやばい試合が、ケタをすればさくらが3打点、さあもう早くも40秒が経とうとしているのですが、 50秒かな、50秒になってるんですけれども、ようやく試合が動いた感じで、まずは昇蓮弟子キツネはこの怒り攻撃にかける、さあ逃げる、さすがに今の真空投げは見えていたのか、さあこれはいけない流れだ、これはさあ今僕ワンピガーにいるんですけども、ツーピガーはちょっと見えないんですけども、ちょっともう弟子キツネがだいぶ顔慣れてる、だいぶ慣れた顔してるのが見えますね、もうだってもうまたさくらゲージ溜まりましたからね、これさくらとしてはここでおっとさあこれ決勝リーグいい試合ですね、あっとさくら立ってる、もうこれ絶望的な試合だ、ラウンド開始に行ったことが朝に今起ころうとしています、おそらく彼はこの試合が終わった後にこういうことでしょう、 AR は別にええねん、 AR 別に俺 A さくらだけ許せへん、絶対彼はこういうことでしょう、 A さくらの勝利に食らってる時が勝手に当てて一番思わない時らしいです、バニコンは許せる、勝利食らってる時マジ思わない、そう言ってました、さあバニコンが、さあでも彼は勝利食らってる間はすまないけど、バニコン食らってる間は全然ええらしいんで、あとこれはもしかしたらまだあるかもしれない、もしかしたらまだある、これは甘い甘い、あー、メリマンだ、これもしかしたらまだあるかもしれない、ガラキだぜ、燃えたろ、 Go for broke、 大将ブランカ、あーちょっと厳しくなってきた、あーもうちょっとこれだいぶきつね、厳しい、これあーゲージ溜まった、ゲージ溜まった、そろそろ進む、まだある、でしょうか、さあ最後は電撃削りで優勝者は RCK。